イタリア社会運動、イタリア社会運動、国民右翼は、かつて存在した、イタリアの政治結社。ファシストイタリア、特に、イタリア社会共和国と深い関連を持つこと、民族主義、国家主義を標榜することから一般に、極右政党と見られている。第二次世界大戦終結直後の1946年に、結党され、第五代党首ジャン・フランコ・フィーニによる、党内改革で、 イタリア社会運動、国民同盟への透明変更を経て、国民同盟の結成に伴い1995年に解散された。イタリア社会運動は、イタリア社会共和国の関係者や支持者が結成した組織であることは広く知られている。事実、同幹部は、アースイ政府で大臣補佐官を務めたジョルジョ・アルミランテ、ムッソリーニ政権で情報次官に就いていたアウグスト・ティマルサニッチェ、 元ファシスト党員だったアルトゥーロ・ミケリニといった具合に一様にファシスト政権時代との関わりを持っていた。またロドルフォ・グラツヤ・アニア・ユニオ・バレリオ・ボルゲーゼなどアースイ軍側についた召喚を顧問に据えることもあった。党員も支援団体も大多数がファシズム政権時代に好意的な勢力で占められ、マシーはムッソリーニセイ・モルタルイのバク露に無駄と噂された。 ファシスト政権と対立していた勢力による戦後、イタリア政界は当然ながら彼らに脅威を覚え、議会は非合法の政治集団として、政治参加に厳しい制約を課した。したがって、初期の彼らの国内活動は、旧ファシスト党を模した制服で、G 行動などを行う、小政党に甘んじざるを得なかったが、それでも1948年の総選挙で過労じて、 数議席を獲得している。国際面では反ヨーロッパ主義の観点から政治連合、欧州の右翼に参加した。一口に右翼と定義されやすいファシズムだが、実際には政治過程に社会主義、中世マルクス主義の影響が多分に存在している。一方で民族主義、帝国主義の部分から君主主義、資本主義との親和性も存在し、 王党派の党員も抱えるなどその事情は複雑である。この流れは党内対立として引き継がれ、党内左派は社会主義的な政策を持ち、またファシズムは共和制で実現されるべきというスタンスを持った。党内右派は他の右派勢力との連合や反共主義を唱え、一部は王政復古すら主張していた。創始者にして、初代初期長のジョルジョ・アルミランテは王家を廃した安水時代が、 ファシズムの完成と考える、党内左派に属しており、貧困層の救済が、ファシストにとっての最重要課題であるとも考えていた。アルミランテ体制でマシーは、他のネオファシスト勢力と一線を引いた合法路線を、進め、確実に得票を伸ばして1953年には、全国で150万票を集めて、数十議席を獲得した。 だが、党内対立は激化の一途をたどり、アルミランテは、退任、新たに、アウグスト・ティマルサニッチェが初期長になったが短期間で、辞職した。アルミランテ、アウグストが立て続きに辞任した後、1954年に、新たな指導者、アルトゥーロ・ミケリーニが選出された。ミケリーニは前日の二人と異なって、旧政権時代に住職についた経験がない、一回のファシスト党員に過ぎなかったが、 彼の行った大胆な路線転換がましいや、後進の国民同盟の政治路線を決定づけた。ミケリーにはそれまでの路線を右派路線に大きく転換し、自由主義、キリスト教民主主義、資本主義など、核ハイデオロギーの政党と政治同盟を結び、与党の政策に全面的に協力することを決定した。1955年に、旧敵国アメリカが指導する NATO への加盟に、 賛同する運動を展開したのがその最たるものであった。ミケリーニの死後の1969年、一旦は表舞台から退いていたアルミランテが初期長に復帰して右ハロ線に傾きすぎた方針の是正を進めた。1970年にファシスト党時代から続くマークを除外して直接的な関連性を強調することを避けた。続いて1972年には、 党内右派の左右翼とも言うべき、応答派グループを説得して、共和制の支持を党として、宣言、戦後イタリアへの合流をアピールした、バランスの取れた、中道路線を示したことが功を奏し、同年の総選挙でマシーは決闘以来の最大得票となる、約300万票を得て、躍進、両院合わせて82議席を占める、中堅政党となった。 リーチオジェッリとジュリオ・アンドレオッティ首相だが、1970年代から1980年代の期間は同時に冷戦が最も過熱した時期であり、また、イタリア共産党が勢力を強めたことから、これに対抗して、ネオファシスト系の団体もまた盛んに非合法活動を繰り広げた時代でもあった。成立経緯から距離を取っていたとはいえ、国内外のファシスト勢力を基盤とするマシーは、 しばしば、それらの事件との関与を指摘された。1980年には戦後イタリア最悪の爆破テロ事件とも言われる、ボローニャ駅爆破テロ事件が発生。ネオファシスト系テロ組織ナーやシスミーの交換が逮捕されたが、この事件にマシー幹部でかつ、非合法組織のロッジ P2 の代表を務めていたリーチオ・ジェッリーが含まれていたことに世間に大きな批判を寄せた。 このような事件やスキャンダルを受けて、急速に統制が衰えたことから、アルミランテは、党の抜本的な改革が必要だと感じるようになった。すでに老齢になっていたアルミランテは、党青年団、若き前身の全国指導者を務めるなど、自らの政治的光景として、目をかけていたジャン・フランコ・フィーニに、白羽の矢を立てた。各して35歳という若さで、 初期長に抜擢されたジャン・フランコ・フィーニは、期待通り強力なリーダーシップを発揮して、マジーの恩恵化に向けた改革を推し進めた。自らも、ムッソリーニを、最も偉大な先人と評するなど熱心なファシストでは、あったが、世相に合わせて、ファシスト路線を弱める方向に党を動かした。党恩恵化の一環として、党名もイタリア社会運動、国民右翼からイタリア社会運動、 国民同盟に変更された、党の若返りと恩恵化は、民衆から前向きに受け取られ1994年の総選挙では、全体得票で13%台を獲得した。しかし、古参党員の反対もあり、やはり極右政党という旧来のイメージからの完全な脱却は難しかった。フィーには、マシーのさらなる改革を目指し、旧マシー議員を中核とした上で複数の政党を、 取り込んで新党を結成することを模索し始めた。国内の名の知られたイタリア国内の著名な保守系議員やイタリア共和党、イタリア自由党など、旧来の右派政党と会談を繰り返して、新党結成への調整へ奔走した。1995年、フィーニの入念な根回しの末、各勢力はマシーを中心とする新政党への合流に同意して、新党、 国民同盟が結成された。当主に就任したフィーには、国民右翼をスローガンに、新たな右翼政党が民族主義を堅持しつつも、人種主義、排外主義とは明確に対立すると宣言。自らのイスラエル訪問の際には、ファシストイタリアは全くの悪と発言した。これは、アレッサンドラ・ムッソリーニらましい時代に強硬派に、属した議員の離反を招いたが、 多くのマシー警備員と国民は、中道派と極右の間を補完する勢力としての改革を歓迎した。以降国民同盟は、右翼連合の一角を占めるグループとして、政権参加なども行うようになったが、独立政党としてのマシーには終止符が打たれたことになる。ありがとうございます。